話してたって感じ。ヨカさんの第一印象を教えてください。ゴリラやな。だろうね。自分でセレクトして悩む。皆さんこんにちは、りょうかです、初めてのりょうたとの、質問返しをやっていこうかなと思います。りょうかさんの第一印象を教えてください。いいちゃんで何でも いいよ。何よ、ゴリラやな。中学校やからね。中学校の頃の第一印象ね。はい、ゴリラとそうです。私はピクミンって思ってました。将軍や。将軍？将軍だった？何将軍って。武士？そう、なんかやん、学校を仕切るポストみたいな。将軍って何？ウケる。まあそんな、はい、私は結構割と元気な活発な方で、りょうたは割と静かめなピクミンのようなちっこい可愛い男の子でした。お二人の馴れ初めを教えてくださいということで、はい、まず、一回そう動画で前に話したんだけど、まあ結構昔だから、まあ、一応話しておくと、中学校の頃の同級生です。で、中学校の頃、中3の頃に隣の席やったらしいけど全然覚えてなくてって感じで、まあ、そんなにめっちゃ喋るとかじゃなかった関係なんですけど、で、私が二十歳のなる時の誕生日に、ある時急にお誕生日おめでとうっていう LINE が来て、で、なんか私 LINE とか結構すぐ切るタイプだから、なんかさらっと流してたんですけど、お互いでこっちは東京で私福岡だったから、そんなからなんか LINE をしたからといって別に何か起きるわけじゃなかったんだけど、その私が当時やってたゲーム、ハマってたゲームをりょうたもやってて、それで一緒にゲームをするようになって仲良くなったね。ね。で、成人式で会ったりして、なんかこう私の仲いい友達と男女4人とかでよく飲み行ったりして、その成人式の後とかに、で、あの令和になる瞬間一緒に迎えたよね。そうよね。カラオケで4人で令和になった瞬間、20歳、21、22ぐらいよね。りょうたが辞めた時やだっけ、仕事 21? 21かなに、レイワーイエーイみたいなカラオケボックスでやったよね。懐かしくない？うん、そうやって、まあ、結構ちょくちょく一緒にめちゃくちゃ飲み行ったりとかして遊ぶようになって、割と一緒にクラブとかも行ってました。そういう、まあでも LINE が来なかったら多分それはなってないからね。LINE とあとゲームでつながりました。はい。りょうかさんの尊敬するところはどこですか？もうこれ一番多かった質問。何見らんで。尊敬するところは見ていいやん。どこですか？尊敬するところ、でも一括りにね、まとめたら行動力じゃん。あー、なるほど。行動力があるところだそうです。確かに行動力はあるな。ヨーダの尊敬するところは、お前ふざけんな、お前一個しか言ってないやん。まあでもなんだろうね。自分でセレクトして悩むなよ。なんだろうね。でも嫌われることが本当に少ない。なんか人当たりいい、まあなんか別に愛想めちゃくちゃいいタイプじゃないけど、愛想悪口やタイプではあるけど、なんだろうね、そんなになんか、なんだろう、人から恨みを買われることもないし、多分そういう部分ではなんか周りへの気配りとかすごい周りを見てるかな、多分すごいしっかり人間観察をして周りを見てるからっていうのと、気配りができるっていうところと、あとはそうよ、尊敬するポイントよ。と、あとはもうなんかそうですね、過酷な環境でもなんかやめたい、逃げたいって思うことって多分いっぱいあるけど、なかなか逃げ出すところまではいかないよね。だからちゃんと仕事とかもめっちゃしんどそうでも続けてるし、戦い尽くすところ、そこは似てるかもかな。
感じですね。りょうかちゃんと同棲して良かったところはどこですか？ご飯を作ってくれるそうですね、ご飯ですね、まず、はい、でかいよな。でもご飯ってでかくない？結構一人暮らしだったらコンビニやし、外食やもん。外食とコンビニだったものが温かいご飯を食べられるようになったことやな。一番は同棲する前とあとね、変わった生活習慣はありますかって。ないよな、なんか。いや多分ないと思う、そんなに。もともとお互いなんかね、一人暮らしの延長線上、延長線上ぐらいで、そんなに無理に変えたとことかもないよね、割と。することはするし、そういうことはそうしない。俺だけが知ってるりょうかさんの意外な一面があれば知りたいです。意外と甘えん坊とかねちょっとはずいな、なんか。甘えん坊ですか私？疲れた時とか。まあ確かにそうだね。こうまあでもお互いにだから本当甘い、あ、甘え合えるよね多分。常にお互い甘々って感じじゃないけど、疲れた時とかは甘えて、多分甘えられてる、うん、どっちもなんかどっちかが一方的にみたいなのはないかもね。どっちもこっちが甘える時もあればこっちが甘える時もあるよねみたいな感じです。ちょっと恥ずかしいな、こっちもね。ど、下品。下品確かに、まあ、否めん、下品なところは否めんそんなにね、田舎出身なもんで、そんなになんかこう中学校のノリみたいな、ノリみたいなまま生きてきたから、そんなにね、ちょっと品のよろしい方ではないかもしれないですあとは、長続きする秘訣は？話し合うこと。ああ、話し合うこと。何でも？何でも、何でも話し合うこと。そうね、これ比べたら話し合ってる方よな。そうね、言えんことはない。言えないことが本当に一個もないぐらい家族関係の兄弟に話す感覚やね。そうそうそう、本当に兄弟にとかマジで仲いい親友の友達に話すぐらいの感じで何でも知ってるかもね。多分本当に知らないことがお互いにないぐらいやね、うん、かな。こういうのが多分嫌いだろうなとか、こういうことは好きだなとか、だけどこういう友達は多分好きだよねっていうのも分かる。あ、この人苦手そうとかもう全て分かっちゃうぐらい話し合ってるから。多分遠距離恋愛乗り越える方法知りたいです。そう、うちらは付き合ったその日から1年間遠距離で、1年後に私が大学卒業したタイミングで東京に上京するっていうのが決まってたから、まあ、終わりのある遠距離やったんですけど、その遠距離恋愛を乗り越える方法知りたいですということで、まあ、いろいろあってからのそうね、いろいろね、そう、遠距離だとお互いに不安だし、なんかそれで喧嘩することもいっぱいあったから、その分よりなんかちゃんと、ね、いっぱい喧嘩して、まあ、最終でもお互いはなんか監視するって無理だし、うん、なんか会社の飲み会とかやったら連絡ずっと返せるわけじゃないから、まあ、そこはなんか自分にできる限りの努力をしようっていう、どう感じるかお話し合いみたいな、これされたらと思う。そう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 、めっちゃ話し合ったね。なので遠距離でもしっかり向き合って話すことかな、ですかね。はい、長く付き合ってるとマンネリとか倦怠期とかありますか？はい、倦怠期ってないよね。倦怠期ってどういう具合？倦怠期ってよく言うやん、3ヶ月とか6ヶ月とかの節目に別に相手のことをちょっとそんな好きじゃないかもみたいな、純粋にまあ冷めるというか、あ、恋愛のさ起伏だよね、めっちゃ好きって時とあんまなんか別にみたいな時の波が多分倦怠期がある。どうですか？分からん。うちら、私もなかったかな、別に。今ももうすぐ5年やけど、なんか割とこう波があるわけじゃなくて、割とずっと好きで、なんかこうスーッと、もちろんめっちゃ大変な時期とか悩む時期とか、なんか別れた方がいいのかなとか思うことはあったけど、別れたいとか、なんかこの人のこと好きじゃないかもとか、そういう悩みは一切なかった。
いろんなお互いの人生のこと考えた時に悩みはもちろんいっぱいあったし喧嘩もあったけど私は健全ではなかった。なんかこの好きなのかなって悩むことはないじゃない。ないよね。まずそこが揺らぐことがないよね。それが当たり前。当たり前、お互い好きって思ってるのが当たり前からそこが揺らがないかもね。ないね。マンネリ化とかもないよね。なんかマンネリ化も別に幸せじゃない、まあね、変わらない、うんうん、何も変わらない日常にね。好きが続くマンネリ化なら別に、ね、確かに素晴らしいマンネリ化ですかね。お二人は誕生日やクリスマス記念日などのプレゼントはそれぞれで用意してますか？いや、うちらは多分 YouTube ずっと見てくれてる人はわかるかもなんですけど、お互いに好きなものを聞いて買います。何回、ね、かね、やろうとしたけどね、サプライズ、サプライズで買い合ってやるかって、うん、考えたけどね。そう、クリスマスとかは2人で買いに行くし、記念日でプレゼントは買ってないね。まず、ご飯じゃない、行くとしたのご飯とかしか行ってなくて、で誕生日は本当にお互いが欲しいものを聞いて買うが多いね。ちょっとベーシックです。はい。同棲する上で気をつけてることは何ですか？食器洗う。約束ね。なんか決め事を守る、決め事を守る意識、守ってます？守ってない。まあやね、そうね。いや、むずいよな。なんかさ、家事とかもさ、絶対半々じゃないと許せないみたいな人もいるじゃん。何だろう。私多分なんか自分にとってこういう人マジで苦手だな、一緒住めないなって思うボーダーラインを超えてこなければ、私結構ただ大丈夫、共同生活とかなタイプだから、なんかそんなないよね。一人の時間はでも欲しいタイプじゃん、ちゃんと。だからそれを知ってるから、なんか一人で多分過ごしたい時はそっとして、漫画とか読んでる時とかそっとしといてあげるし、なんかこれしてほしいな、わー、なんか後でこの洗濯物干すのなんか一緒にしてほしいなとか思ってもタイミング見て声かけてるから、その朝起きた時とかもすぐ起こしてやるとかじゃなくて、多分この人は朝起きてちょっとゆっくりベッドでゴロゴロする時間がないとダメだから、そっと1時間ぐらいしてやる。俺の生態が全部バレるはしてるかも。私は逆にあれが嫌なんだよね、あの汚す人、もう部屋をとにかく汚さなければ OK、 別に掃除しなくてもって感じだから、汚さない、一生汚さない、私が仕事で1週間とかいなくなって戻ってきても、その良くも悪くも、良くも悪くも別に綺麗になってることとかないんだけど、テーブルの上とかもさ、なんかちょっと私がリップとか忘れてたりするじゃん、もうまんまそのまま帰ってきたら元通りの家なんですよ。だからなんか汚さないよね、とにかくが、なんか全然割と許せる。汚されたらさ、お前やれよって思うけど、汚さないから別になんか掃除しろよとかもないかも。気をつけることも、気をつけてること、まあ尊重の試合か、尊重の試合ですね。自分の価値観を押し付けないじゃない、ね、自分の正しいは多分家庭環境によってマジで違うから、その知ろうとすることか、うん、まず相手を知ることと押し付けないことかな。普通こうでしょみたいな、普通の押し付けをしないんじゃない多分。彼氏が話を聞いてないことが多く、本当に私に興味があるんかと思うことがあります。あ、よく聞いてないです。うちらのことかなと思ったね今ね、うん、本当に話を聞かない、いやすごい、なんか本当にすごいと思う。そんなにこんなに、私結構多分家の中でも割とうるさいタイプとか喋ってるタイプで、なんか一人で結構楽しそうなタイプの女なんですよ。だけどびっくりするぐらい、なんか空気、こんなうるさい女を空気として過ごすことが上手、もう本当にフェードアウトしてる私のこと。
まるで一人で家にいるかのごとくなんか話しててもシカトしてくる天才。お前天才かと思うもん。でも聞くときは聞くやん。聞くときは聞く。なんかめっちゃなんかね、どうやろうね、俺の勝手な意見って言ったらまあ俺もさ別に話すときはあれやん、うん、けど別になんかこう聞いてほしいではなく、うん、なんか結構壁打ちみたいなするときもあるやん。けなんかめちゃくちゃ重要な話やったらさ多分絶対なんか言ってくれん、うん、いやこれ本当に聞いてほしくてとか、うん、でも多分別に女の人からしたら多分そんな大して本気で聞いてほしいわけではないけど多分聞いてほしいよな、はいはい、いやなんかその本来はいやだからちゃんと聞いてよとか言われる時点で聞いてないよななんか普通にそう言われる時点で聞いてないんやけど、なんか別にこっちも私もなんかそんなめっちゃ話聞いてっていうタイプじゃないから、なんか一方的に喋りかけて返事が来ないでこの家は回ってる成立してるよな。なんか聞いてても返事しない時とかあるじゃん。なんかやりよった時ってさ絶対聞いない何も。そう集中すると本当に耳が聞こえなくなるタイプやから、喧嘩してなかったら全然聞く、うん、うんうん、まあでもそんなもんだよね、うん、意外と男の人ってそういう人多いかもしれない。興味があるんか、そうやけ興味ないのかな私にって思っちゃうって。ないわけではない。あ、そうなの。なんか興味なくて聞いてないじゃなく、うん、え、話してたって感じそもそも耳に入ってないと。なんか独り言、うん、まあ結構多いやんけど、なんかしょうもないことをさペラ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 喋ってそうね、今日も平和だなそうだよね。興味がないないわけじゃないよね、らしい。興味がないわけじゃないらしいです。りょうかさんの手料理で一番は何でしょうか。何が一番好きですか。麻婆豆腐。あ、麻婆豆腐ずっと言うよね。あんま辛いの好きじゃないけど、うん、辛くないやつ。あ、なるほどね。そんなに辛くないけん好きな。新しい麻婆豆腐。新しい麻婆豆腐なんや生姜入ってるとか。あ、そうね、生姜が結構強めで、確かに亮太がそんなに辛いのが好きじゃなくて調節して作ってるかもね。確かに麻婆豆腐らしいです。また今度作ります。はい、長く交際していても亮太ちゃんファーストで考えられる秘訣は何ですか。そう、これはマジで本当に私をいつまでもファーストで考えてくれてるやん。その秘訣は、もともと俺が人に、ね、うん、合わせるタイプでもあるし、うん、やけんってなんか、ね、誰にしも自分の意見を曲げるかっていうとそうではなく、うん、まあ、なんか了解やったら、まあ、了解の好きなやつでいいなとも思う。ほう、なんか2つが合わさる感じやな。もともとね、そんなに自分の意思を貫き通したいタイプじゃないっていうのもあるし、私への愛のおかげで譲れている部分があるって話か。臭いななるほど、愛の力は素晴らしいですね。はい、喧嘩しますか。した時の仲直りの方法もよければ教えてください。話す、謝る、ハグ。はい、話す、謝る、ハグ、終わりです。でも本当そうだよ、うん、もうその日のうちに解決するよね。別に次の日とかに持ち越さないし、ちゃんとなんかその喧嘩した後のふてくされてるなっていう態度もめっちゃ詰めるような、お互いに詰める。納得してないんや、うん、納得してないとか言ってねお互いにその思ってることを言えるようにする環境を作ってるかな。言いたくても言えないっていうのが私の今まで その自分が恋愛してきた中でやっぱ言いたいのに、もうこれ言ったら結局後悔されるしもういいやってなるのは私良くないと思ってて、だからそうならないように思ったことをお互いちゃんと言うようにはしてます。
はいですね。あとは相手に不満や直してほしいところがあるときどういうふうに伝えますか。ストレートになんか遠回しに言ってもなんか不快じゃん、うん、で何、私はそういうタイプ、で何、何が痛いのとか言うタイプだから、結構ストレ付き合いたての頃はそれこそ言いにくいやん。やけなんか結構やんわりと言ってきた時とかもあって、私はそういうのにはで何、何が痛いのってなっちゃうタイプ。なんかこれってよな、そう、これ伝え方を丸くしすぎて、そうそうそう、伝わらないんだよね。なんか僕はここが嫌です、だからこうしてほしいですっていうところまで言ってくれないと分かんないじゃん。例えばじゃあ飲み会遅いの、毎回飲み会が帰ってくるのが遅いっていうことが不満だとして、遅くないとか、そのいや 遅すぎると思うわとか言うので喧嘩になったりすると、言われたりするとはって結構なる。遅くても連絡ぐらいしてほしいな、なのか、正直あんまり飲み会自体行かなくていいと思うんだけどとかなのか、わかんないから、こっちからさ何を求められてるかがわかんないから、すごくそういう主語と述語とか、その願望、何がしてほしいとかは、その結構結論タイプ、そう、的確に言ってよっていうのをずっと言ってきたし、自分もそういう風にしてきた。じゃないとなんかこう勝手な想像で、ああ相手はこういうのが嫌なのかな、こうしてほしいのかなっていう想像で言っちゃうと良くないじゃん。だからなんか後々同じような喧嘩をまた繰り返すから、なんかその一回した喧嘩での内容でもう一回喧嘩するのが嫌なんだし、だから突き詰める、突き詰める、絶対にその同じことで喧嘩しないように。嫌じゃん、だってそんなバッドな雰囲気になるのが。だからこういうところが嫌です、で僕はこうしてほしいと思っています。まあそれでさ、そうなるかどうかは別として、なんかそういう風に言ってよってなるから、そうやって私は伝えてました。ここが嫌だなってモヤモヤした状態で相手にそれで投げつけるってすごい自己中だと思ってて、なんか相手がモヤモヤして嫌だなと思う、じゃあ私は彼にどうしてほしいんだろう、どうなってほしいんだろうまで考えた上で、あ、やっぱり彼にはこうしてほしいなっていう結論が出るものだったら言っていいと思うんだけど、なんか出ないものってあるじゃん。もう仕事の帰りは遅すぎ、もうどうもできませんやんっていう、じゃあ何、転職しろって言ってんのって話になってくるし、なんか一回自分で考えると、あ、これ相手に投げかけるべき不満だなって思うのか、これは相手に投げてもどうしようもできない不満だなっていうのが多分分かれるから、そこまで分析して言ってるかも。まだ2人で会って2回目ですが、好きですと言っても早すぎるよと言われてしまいます。脈なしですかね。はい、好きですって言ったのか、うん、男の人、うん、でこの人が男の人だった場合で、女性に向けて好きですって言った場合は、俺は脈なしと考える。あ、女側がいや早すぎるよって言ったってことは脈なし。あ、もうないなって思う。あ、へえ。逆は？逆の女側が好きですって言って、好きですって言ったら、男が言って早すぎるよって男の人が言うのは？悩む、悩んでる。あ、悩んでる。だからありでもなしでもあると思う。多分まあこの人たちの年齢にもよると思うけど。そうね。なんか男やったらさ、やっぱ結婚とか、はい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 、この人と結婚して。なんやろね、え、でも男も女もさ、結婚って考えて判断してるじゃないの。それ男だけなの。ああ、まあ確かにこれやめようかな。なるほど、良太先生の感覚はそんな感じだそうです。で、分からんね、今言ってまあどなんかあやふやにされるぐらいなら多分俺はもう引くかもな。はい、まあいろいろ答えましたが、ということで2人で初めて質問返しをやりました。来てたけど、顔出しする予定ないんですかって来てたけど、ないよね。はい、ないです。あの、なんでですか、なんでですか。出たくないです。あ、出たくないらしいです。顔出し NG なんで、彼出たくないらしいんですけど、まあインスタとかにはね、チラッと横顔が映ってたりとかするんだけど、 YouTube とかで大々的に
やるつもりは多分ないし、今のところないね。もしかしたらなんかもういつか気持ちが変わってとかあるかもしれないけど、まああくまでやっぱ普通に会社員で働いてる身としては、私もそんなにがっつり出していこうとかはないかなって思ってます。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また来年の次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。